皆様、平和に対する罪ということをご存知でしょうか。今、普天間基地、沖縄にある嘉手納米国軍基地には国連旗がかかっています。この国連旗っていうのはね、ただ飾りじゃないんですね。国連指定基地なんです。今、朝鮮半島はいつ戦争が起きてもおかしくない、その特に38度線をね、睨んでいるのが国連指定基地。いざ有事が発生した時には、日本政府の許可はなく、あらゆる武器を搬入し出撃もできる。だから、この2つの国連基地が東アジアの平和と安定を維持しているわけですね。そこを左翼の皆様はね、口では平和と言いながら、2012年の9月30日、約1日間、人の鎖でこの基地を閉鎖したわけですね。封鎖したわけですね。これは基地機能が麻痺すると、当然朝鮮半島には混乱が起きます。こういうことを理解しないで、口では平和と言いながら、あるいは国連と言いながら、いかに平和を維持するかという努力のことは全く頭にない。その機能も理解しきれないということはね、これは平和に対する罪です。深く反省してください。